本田選手の苦しい経験は価値というお言葉に励まされました。前を向いて頑張っていこうという気持ちになりました。自分でコントロールできない理由で苦しい状況の時、光が見えない時、本田さんはどのように考えますかそういう人はね、大体いい結果にすごく焦点が当たっちゃってるんで、僕はそういう時はもう自分自身がやっぱ前に進むことに全集中しますね。 そこに喜びを、そこに自分の評価を当てます。自分に勝てたかとか、自分が一歩前に進めたか、成長できたかっていうところを、とにかく重要視して、あのそこに喜びを求めます、感じます。